こんにちは。今日も作業動画を撮っていこうと思うので、皆さんまた何かしながら流してください。ということで、本日も私はカフェインレスのコスでカフェラテを作って飲もうと思います。骨折をしたのでカルシウムをということで牛乳たっぷり飲んじゃおう。で、今日は私の大好きなスイーツを作ろうと思っております。私が昔から唯一と言っているほど作っているのがガトーショコラと、こちらスイートポテト、さつまいも大好き。スイートポテト昔から好きすぎて、しかも簡単なのでよく作っていたなと思って買ってきました。秋ですね。で、前回のキッチンリセットの動画でゴミ箱どうしてますかっていう私質問をして、皆さん結構タワーのゴミ箱をおすすめしてくださって、私も気になってたんですけど、一旦これ買ってみました。はい、これはセリアかな、100均で買ったんですけど、自立式の水切りゴミ箱 S サイズ40枚入ってます。確かに本当はゴミ箱ない方が理想ではあるからと思って買ってみたんですけど、ちょい小さめですね、 S サイズなので、ちょっと使ってみたんですけど、まあ使い分けて使うのがベストかなということで、一旦これを使っていこうかなと思ってます。こう作業台で何かやるときに置いておくといいのかなと思ったりします。皆さんおすすめありがとうございます。お芋は買ってたんですけど、卵が切れていたので、さっき卵を買いに切って、お散歩がてら本日のトークテーマを考えておりました。そうそう、骨折その後ということで、足の中指を骨折しまして、大したことないんですけど、なので今はだいぶ元気になっております。皆さんご心配ありがとうございます。そしてアドバイスっていうか、超音波治療とかいうのをやっていて、ちょっと気休めかなと思ってたんですけど、効果あるよっていう声もいただいたので、通って引き続き治療しております。まあまだ折れてはいるんですけど、中指なので走ることはできて、今日ちょっと全力疾走してみたけど、割と短時間だったら問題なさそうなので、皆さんそしてご心配おかけしました。大げさですいません。でも久しぶりに本当にあんなにへこんだんですよね。じゃあちょっと画角を変えて、今ですね夕方4時で、天気も良くないのでちょっと薄暗いかもしれませんが、ご了承ください。さて、いくつ作ろうかな。 300g のレシピがあったんですけど、3本で 590g だったので、まあ、倍量の 600g のさつまいもを使ってやろうと思います。で、さっき卵を買いに行ったら、レジ横にスイートポテトのおやつを発見しまして、今から作るんですけど、どっちが美味しくできるかなということで作っていこうと思います。輪切りでいいかな。さあ、ということで、まず骨折その後ということ で、今はまだギブスをしている状態で、あと1週間はしてねと言われました。で、そうやっぱりね、まあ、骨折とか体を壊すことなんてしない方がいいんですけど、たまにそういうことをすると気づくことがありますね。街に出かけて、私の場合だと手すりとかですね、とかエレベーターとか、そういうのが当たり前にあるなって思ったり、手すりをこうまだ痛かった時は階段とかで捕まってたんですけど、いや、この手すり私でこんな高いから子供とか捕まれないじゃんって思うところもあったりとか、でもよく見ると、まあ、駅とか大きい施設のところはこう2段になってるんですね。どっちでも掴みやすいように。だ、そういうところもなんか普段着目して生活してきたことがないので、改めてなんか日本って恵まれてるなというかね、そういうのを感じました。私も逆の立場だった時に、なんかこう、この人はもしかしてなんか事情があるんじゃないかとか思うようにしたら、もっと優しくなれるなっていうのを感じました。よくこう車でビューンと追い抜かしていくやんちゃな車とかいると、もうハラハラしてやめてよって思うんですけど、そ
それももしかしたらこう身内が大変な状態になっていて早く帰らなきゃいけないとか病院行かなきゃいけないっていう場合もあるじゃないですか。だからそうやってまあそういう風にもしかしたらそうかもしれないっていう想像力を働かせて人に優しくなりたいなと思いましたっていうのが1個目の気づきです。で、まあ、気づきとはちょっと違うんですけど、その消音波治療に通っているんですが、割とねその病院の待ち時間が長いんですねで、この秋読みたい本っていうのをたくさん買ったので待ち時間に本を読んでいたら、あー呼ばれないでって思うぐらい本のおかげで待ち時間が楽しくなりました。で、その病院に行く時もお散歩して行ってるんです。足が痛いけど左足をかばって歩くがあまりにいろんなところが痛くなっちゃったんですよね。その患部が痛いっていうのもそうですけど、ギブスをして歩くことでなんだろう、変な歩き方になってバランスがおかしくなっちゃったんですよ。で、それでなんか右の股関節とか、あともう腰が痛すぎてちょっと地獄でした。だから足の指以上に痛いところが出てきてしまって、その不調が結構続いていました。で、私腰はずっとぎっくり腰をしてから痛めてはいるんですけど、全然違うの、その痛みじゃない、そういう腰痛じゃない痛め方をしてしまったから、なんか対処法が分からなくて、最近愛用しているガードナーベルトを使ってもこう解消されなかったりとかして、全身バキバキになっちゃったんですね。肩とかにも首とかにも痛みがきて頭痛もしちゃって、これはちょっとまずいと思って初めて整体に行ってきました。で、そこでこういろいろ見てもらって、治すだけじゃなくてその口頭でいろんなことを教えてもらったんですけど、とにかくすごい歪んでましたよくわからないぐらいなんか歪んでるっていうのと凝ってるって言われて、まあでもその施術を受けた後は少し軽くはなったんですけど、まあ、痛みが解消されることはなく、次にマッサージにも行ってみたんですね。自分じゃ本当になんかどうしようもできなくて辛すぎたんで、そこに行ったらとにかくふくらはぎがパンパンだと。で、私腰がとにかく痛かったんですけど、首から肩の方がやばいって言われて、だからもうどっから来てるか分かんない状態ですよね。体はやっぱりつながっているんだなと思ったんですけど、ほんでほぐしてもらったらなんか結構良くなりました。そう、でも基本家ではそのパソコン作業が多いので座っていられないってしんどくって、歩いてるのが一番楽なんですよ。でもその足の指をこう怪我してたから、なんか歩くのもそれでまたバランス崩しちゃって、腰のために歩くのもいまいちみたいな感じだったんですね。で、家で何か始めようと思って筋膜ローラーを始めました。もうあれですよね、藁にもすがる思いというか、いろいろ試して自分に合うことをしていこうと思ってやってみました。で、前も持ってた時は単純にこう痛いところグリグリグリみたいなながらでやっていたんですけど、ちゃんとやってみようと思って YouTube で調べてポイントポイントでアプローチするやり方を実践してみたら、驚くほど変わって、あ、待ってこれだったかと光が見えました。びっくりするぐらい痛いんですけど、私が見てる YouTube 概要欄に貼っておきますね。私は首肩と腰と足のむくみ3個に分けてやってるんですけど、夜寝る前合計15分ぐらいかなやるだけで、体やっぱりポカポカだしすぐ眠たくなって、で一番変わったのが肩と足のむくみです。これ撮ってみてわかる、こんなにむくんでたんだ、こんなに凝ってたんだっていうのを本当に目の当たりにしました。もうね、朝起きた時の体が違って、もう慢性的になっていると気づかないもんですね。で、足もストレッチとかマッサージをして
メディキュットを履くようにして寝てたんですけど、全然違うの、びっくりしました。結構ねハードな、もうトレーニングに近いぐらい、最初はしんどい運動ではあるんですけど、やるとやらないで大違いで、そっからもうなんか義務的にじゃなくてハマっちゃって、新たな趣味みたいな感じでやってます。皆さんもまあね、合う合わないあると思いますけど、ちょっと一つの手段としてぜひ取り入れてみてほしいなと思いました。これからまた寒くなるから、血流も悪くなりそうなので、体温めるっていう意味でもね、おすすめです。めちゃくちゃ気持ちいい、本当に。まだまだ凝ってると思うので、一日の疲れをとって睡眠の質を上げていきたいですね。でそのおかげで腰もだいぶ良くなって、今は割と私の中では調子が戻ってきたところです。ちょっとこっちの方がレベルが低いので、こっちに移動してやろうと思います。そうで、私とほぼ多分同じくらいのタイミングで、天下のヒカキンさんも骨折をしてしまったらしくて、なんとヒカキンさんも同い年でして、なんかあるんじゃないと思ってドキドキしていたら、私の仲のいい同い年の友達から肋骨4本折ったっていうのを知って、多分今後役なんですよね、私たち。でヒカキンさんはまあ男性だし、生まれ年も私たちが早生まれで、ヒカキンさんは4月生まれなので、まあ、関係ないんですけどたまたまね、その骨折が3人同い年で重なったので、ちょっとなんかドキドキしました。なので私と同世代の方、なんかあるかもしれない、気をつけてください。幼少期エピソード、これトークテーマ募集しますって言った時に、マミさんの幼い頃の何かエピソードをとリクエストいただいたので、今日はちょっとこれを採用させてもらおうかなと思っています。なんかあんまり記憶がないんですけど、さっき卵を買いに行った時に、近くのスーパーだったので、ポケットにエコバッグと500円だけ握りしめて行ったんですよ。そしたらなんか初めてのお使いを思い出しました。皆さん初めてのお使い経験ありますか？記憶にありますか？最近ね、カジサックチャンネルのせんちゃんとはるちゃんが初めてのお使い企画をやっていて、めちゃくちゃ可愛かったし感動したんですけど、それ見てね、私も最近自分の5歳ぐらいかな、初めてのお使いを思い出しました。昔愛知県に住んでた時に、私は牛乳を1本買いに行ったのが初めてのお使いでした。どうなんだろう、今のこのご時世ってやっぱり危ないからお使いとかなかなかしないのかな、ちょっとわからないですけど、私は当時住んでいたところから多分1キロとか先のスーパーだったと思います。よく親と一緒に行っていたので、道のりも簡単だし、レジとかもね分かっていたので、その辺は多分大丈夫だったと思うんですけど、一番は牛乳の重さ、これが幼き私にはかなりハードでした。まあ末っ子の私としてはかなり大冒険だったのを覚えてます。そう、せんちゃんとはるちゃんもまだ多分1年生と3歳とかそのくらいで、すごく小さいんですけど、重たいお使いのものをねこう引きずりながら帰ってきて、なんか人間ってすごいなって思いますねやればできるというか、まあもちろん親としては心配だけど、小さかろうが弱かろうが、こう辛かろうが足は一歩前に出るっていうのがなんかすごく感動しましたね。よし、剥き終わりました。あ、こういう時便利か、まあ便利な気がします。でちょっと水にさらしておいて、水気を切ってレンジでチンしたいと思います。あ、ということで
今お芋加熱している間に最近のときめいた話してもいいですか。それがこちら、じゃじゃーん、かわいい、かわいすぎる。にわかには信じがたいんですけど、もう2024年のカレンダーが売っておりました。秋服買っておきながらあれですけど、気分はまだ7月上旬なわけですよ。スケジュール帳去年は買ってないんですけど、今年は買ってもいいかなと思っていたところにこんな可愛いの見つけちゃいました。私の大好きなミッフィーちゃん。そしてミッフィーといえばイラストとこのポップな配色が好きなんですけど、このミッフィーちゃんの手帳、グレーとオレンジ、アウトドアカラーなんですよ。私なんかグレーって普段あまり身につけないし持たないんですけど、オレンジとの組み合わせになると途端に大好きで、キャンプギアでもそうだし、あのスキムボードの板のカスタマイズできたんですけど、その裏側をこう絵の具で混ぜたような模様をセレクトして、その配色をグレーとオレンジにしたんですよ。ちょっとタイダイっぽいやつっていうことでね、グレーとオレンジ大好きなので、ミッフィーちゃんがこんなクールにかっこよくまとまることあると思って買いました。で、英語タイプの薄いやつですね。これ毎回迷うんだけど、薄いものフェチの私にはちょうどいいかなという感じです。で、中はもうこういう本当にミッフィーならではの、まあ、これはかなりポップですよね。もうミッフィーちゃんって感じで、シンプルで見やすくはないですけど、この可愛くて元気が出るところに惹かれてこれを買いました。お仕事でこうパソコン使うこと多いので、 MacBook とかもねグレーっぽいじゃないですか。だから相性がいいなと思って、なんかもう久しぶりにこれすごくテンション上がって買いました。皆さんはスケジュール帳買いますか、買いませんか。私はこれあのスケジュール帳じゃなくてもきっと買っていたと思うパッケージです。はい。で、もう一つ、同じくミッフィーコーナーに繰り広げられていた可愛い子ちゃんがこちらです。はい。ポーチに目がない私、メッシュに目がない私、ミッフィーに目がない私。このポーチ、しかもこうスクエア型で自立するんですよ。で、ずっとお気に入りで使っているこの虎のマークのこのペンケース、私はこういうコードとかイヤホンとかガジェット周りのものを今入れているんですけど、これとほんとセットみたいじゃないですか。サイズもちょうどいいということで、最近気温が下がってちょっとまた蚊が増えてきたので、ウナクールとマリットとかヘアゴムとか、あとはあのギブスを貼り替える時の湿布とか包帯とか入れてます。で、これあのハンドクリーム、スチームクリームのやつなんですけど、空っぽになったので今使ってるハンドクリームを小さく移し替えて、2階に寝る時とかにもこのセットを持って行って使ってます。可愛くないですか、この耳折れてる感じとかたまらないという、久しぶりにときめいたアイテムのご紹介でした。ちょっと加熱が終わったようなので様子を見てこようと思います。裏ごしをしていたんですけど、ちょっともう疲れちゃったので、これだけ、こんだけ裏ごししたやつをココットに入れて、まあ食べてもらうようにしようと思います。残りは食べ比べということで、ザクザクバージョンでやってみようかなと思います。なので、あと卵と牛乳とお砂糖と、私は蜂蜜を入れるのが好きなので蜂蜜とバターを入れようと思います。こっちが裏ごししてない、こっちが裏ごしした方、ちょっと水分量多めになってしまったような気がします。
でバター塗ったのでココットに入れていきます。できました。かなり粗い、粗くてちょっとベタベタしちゃったけど、こっちが粗めの方とココットの方はいい感じに滑らかにできました。なのでこれでいいかな。ごまがなかったんです。黒ごまが今朝あったのにそれが見つからなかったので、ちょっとねシンプルなものになっちゃった。まあいいか。で、私これ形成しながら思い出してたんですけど、ラポッポって知ってますか？お店、そこのやつがめちゃくちゃ美味しくて久しぶりに食べたくなりました。皆さんお近くにあったら食べてみてください。ラポッポめっちゃ美味しいから。あ、今オーブン200度で予熱してたのができたみたいなので、わあ、黒ごま悔やまれる。よし、完成。おお、いい感じ。おお、美味しそう。熱い。